シーンデモンストレーションスタートです。さあバンバーキラ選手がドライブしておりますが、 FF のこのスイフトスポーツ鈴木のマシンでありますけれども、もちろんこれはラリーカーでありまして、まあ普段はね本当にコンパクトカーとして街中でね見るだけの車なんですが、こうやって元気に走るところをぜひご覧いただければと思います。バンバーキラ選手も国内のラリードライバー、元気に活躍中のラリードライバーの一人でありまして、サーキットの方のバンバータク選手の弟さんということだそうですけれども、さあここでこう狭いところを今抜けながら走っています。さあ FF ですからね、なかなかこのテールを流しながらというのは難しいかと思うんですけども、結構いってますね。おっと、そしてここで止まりました。ここで一旦これはストップということで、続いてさあ勝田典彦選手と足立沙耶香選手がドライブするダックインプレッサダブル RX STI デモンストレーションスタートです。さあ先ほどお話伺いました沼田原文雄選手の、まあ、ライバルと申し上げていいでしょう。こちらはスバル陣営勝田典彦選手がですね、今日は普段コードライバーナビゲーターとして参戦していらっしゃいます足立沙耶香さんと一緒に、足立沙耶香選手と一緒に2人で今乗り込んでいます。おっと、そしてこのスイフトの周りを回るんだ、大丈夫か。さあ回り始めました。そして今ドライバーそしてコードライバーとも手を振りながらの走行、ちょっと今危なかった。さあそしてまたこう回ってもう一度こう回り始めるということですか。逆回り、さあ見事に回っていきました。さあそして勝田典彦選手が今度は一番奥のコーナーを振り回していく。さあ今度は何をする、ここか、ここで回るのか、狭いところ狭いところギリギリですが、その場で回っています。おお、そしてバンバ選手もこれついていくんですか。さあバンバ選手も、まあ、これは他のコースから一旦戻る感じでしょうか。さあ今度はどうしますか。ここで今すれ違っていきました。さあ一旦止まったぞ。そして今足立沙耶香選手が半身を乗り出した旗を振りながらサービスサービス、さあゆっくりと回り始めました。おお、そのままそのままアクセルターンに持ち込む、さすがこの辺りはですね息が合った、まあ、お二人ということになります。普段ねドライバーそして子ドライバーとしてレースにラリーに参戦していらっしゃいます。さあそして今度は勝田選手が半身を乗り出して今運転をし始めました。ああこういうことができるんですね。さあゆっくりと回り始めました、このインプレッサダブル RX STI です。さあ半身を乗り出しながらの、おお、そしてそのままアクセルターンに入った。ああドーナツだ、もうこれはすごい。いやこれすごいですね。これは絶対ちょっと真似ができそうもありませんが、いや真似しないでくださいね。さあ勝田典彦選手がドライブします。そして足立沙耶香さんが、コードライバーとして一緒に乗り込みました。ラックインプレッサダブル RX STI でした。どうぞ大きな拍手を送ってください。